それではここでただいま演奏していただいた岩崎優也さんにインタビューをしたいと思います。どうぞ。岩崎さんはピアノはいつから始められたんですか？小学校3年生9歳から始めました。ピアノを始めたきっかけは音楽クラブに入ったからなんでしょうか？いえ、小学校の時は手品クラブに入っておりました。手品クラブですか？手品クラブです。ピアノがですね、手品のように上手くなればと思いまして、その方法を見つけるために手品クラブに入りました。マジックですね。それで魔法のようにピアノも上達したんですか？いや、そして中学校と高校は、卓球部に入っておりました。卓球といえば今は日本の若手が大活躍ですよね。はい、大活躍で注目を浴びておりますが、ちょっとサーブからさせてもらおうと思います。すごい華麗なステップで、でも岩崎さんはそんなエアーでしなくたって、ここにピン球があります。でもですね、ピン球があってもラリーね、相手がいないと できないですよね。ありがとうございます。それでは中野さんとラリーをしてもらいましょう。ポンポンカンカンバッシュ、1点です。すごい。コスマ音楽愛好会ミュージックチャンネル、ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。見てね。